はいどうも、ミニマリストのたけるです。今回の動画では近況報告として、我が家の3月生活費月15万円生活の内訳と究極の節約術についてお話をしていきます。皆さんは3月家計簿生活費どうだったでしょうか？我が家では引っ越しを機に新たに家計をちょっと見直して、新天地での節約生活を試みた結果、3人家族で月15万円生活を達成することができました。で、前提として今回のちょっと動画本題に入る前にあらかじめお伝えしておきたいことは、僕自身はご覧のように重度のミニマリスト病かつ節約マニアなので、まあ、今回のその生活費紹介もあまり参考にならない部分も多々あるかと思います。ただ子供がいてもここまで生活費を下げられる家があるんだという、まあ、そういう可能性を感じてもらえたら幸いです。改めて今回の動画では我が家の3月生活費月15万円生活の内訳と究極の節約術を皆さんとシェアしていきます。こちら簡単なプロフィールです。ミニマリスト9年目、子供1人の3人家族です。現在の基礎生活費は約15万円で、物なし生活、節約、資産運用を通して2021年から夫婦でセミリタイア生活を送っております。ミニマリスト本も3冊出版しておりますので、気になる本があればぜひ読んでみてください。そしてこのチャンネルでは、子供がいても少ないものとお金でのんびり暮らすをコンセプトに、実践的な暮らしのヒントをラジオ動画として発信しておりますので、興味がありましたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。で、最後本題に入る前に、我が家ではお金に頼らない生活を目指しております。かなり特殊だと思うんですが、次のご紹介する7つを極めていくことを目標に頑張っておりますので、ぜひ参考にしてみてください。こちらがお金に頼らない暮らしを実現するための7ステップですね。地方移住をして生活水準を下げ、自給自足のスキルを高め、さらには周りと助け合える環境に身を置き、節約スキルも鍛えて、リモートまたは SNS で必要な分を稼ぎ、しっかり節税もして、どんどん嫌なことを減らしていくっていう感じですね。ぜひ皆さんも、もちろん資産形成もね、大事だと思いますし、僕自身も資産形成してきたことを、まあ、誇りに思ったりとか、良かったなとは思うんですけども、あくまで個人的にその次のステップとして、なんかお金に頼らない生活ってすごくかっこいいなと。お金があってもなくても、まあ、セミリタイア生活というか、多少の不便はあれど、その不便がむしろ良かったりとかも、個人的にはいいなと、かっこいいなと思ったりとかするので、今はそんな生活に憧れ目指している最中です。ぜひ皆さんもですね、興味があれば、お金に頼らない生活に興味がある、お金がなくてもセミリタイア的なのんびりした生活を目指していきたいという方は、ぜひこの7ステップ参考にしてみてください。それでは本題に入りまして、そんな我が家の月15万円生活の内訳をご紹介していきます。こちらが3人家族の3月の生活費になります。内訳と金額だけバババッとご紹介させていただくと、住宅費が8000円、通信費が6882円、食費が37728円、電気代が9078円、ガス代が7641円、水道代が0円、子供費用が9791円、日用品が1065円、美容費代が1200円ということで、合計金額が15万3385円となりました。では一つずつ、まあ、節約ポイントだったりとかこだわりなどをお話ししていきたいと思います。まずは家賃ですね。住宅費ということで8万円と設定しています。以前ですね、ちょっと東京に住んでた時もそうですし、その前の物件もそうだったんですけど、よく近所でちょっと見バレをしてたんですよね。たけるさんですかみたいな。東京生活だと僕の家の最寄り駅でもしょっちゅう声かけられたりとか、あとは今子供がね、ちっちゃい子供がいるんですけど、一時保育で預けてた時に、その預けてた保育園の園長先生にバレたっていう、それぐらいちょっと見バレしていたので、防犯上もうね、子供もいますし、まあ、家族を守りたいっていう意味で、見バレ防止のためちょっと家賃8万円台とさせていただいております。で、なぜ引っ越したのかというと、子供が生まれたから子育てしやすい環境に身を置こうと思いまして、妻の地元近くに2024年2月に引っ越しをしました。
で、この家のこだわりとしては、子供が成人するまで、自立するまで10年20年とずっと住めるような家にしたいと思って、まあ、今回この家にしましたね。まあ、広さだったり間取りだったりとか、あとはその辺の住環境だったりとかを考慮に入れて、こちらの物件を決めました。で、僕は過去10年間社会人になってからですね、収入に対する家賃割合は 4% から 10% ほどに抑えてきました。これはかなりのこだわりですね。いかにその収入に対する家賃割合を下げるかというのは特にこだわってました。で、なぜかというと、まずその家賃割合が低くなることによって経済的にも精神的にも安心する、安定するからですね。で、家賃とかもその収入が上がったら家賃上げるっていう風にしていくと、その人間欲張りすぎたらキリがないから、例えばもともと家賃3万円のところにね、以前僕住んでたんですけども、例えばそれが収入がどんどん上がっていって次は家賃10万円、そしたら15万円20万円っていう風に上がっていくから、よっぽどセーブしない限りね。だからもう欲張り始めたら人間キリがないから、だから僕の場合は収入に対する家賃割合はなるべく低くしていこうと、まあ、10% 超えないように気をつけようっていうのは心がけてました。だから今までこの過去10年間社会人になってからの収入に対する家賃割合は 4% から 10% に収まってましたね。で、あとは僕がその家賃を下げたい理由としては、家賃のために働きたくないんですよ。とにかく僕は仕事が、まあ、嫌でというか、まあ、好きな仕事だったとしても、そんなにがむしゃらに週6も週7も1日8時間も働きたくないから、だから家賃を下げることによって働かなくても良くなると。で、あとこれ最後の理由なんですけども、家賃割合を下げる理由としては、家賃をそこまで上げなくても、いいところに住まなくても、タルを知ることができればお金をかけずとも十分幸せになるっていうことに気がついて、だから欲張らずに収入がどんだけ上がっても生活水準上げずに家賃を低く設定できてるなと思います。なので、もし今回この動画をご覧いただいている方の中で収入に対する家賃割合が高い人、そしてもし仮にまたコロナみたいなことが起こって皆さんのご収入、それこそ皆さんご自身のもそうだし、お相手のパートナーの収入も含めて、仮に皆さんのご収入、家族のご収入が 20%、 なんなら 50% 半分にまで減ったと仮定して、家賃が高くてなんか破産しそうだなとちょっと不安に思った方は、破産する可能性がありそうだなと感じた方はですね、家賃割合を、収入に対する家賃割合を下げられるように、ぜひ引っ越しを検討するといいかと思います。では続いて通信費ですね、6882円ということで、我が家では Wi-Fi はソフトバンク光を使っていて、スマホは Y モバイルを使っておりまして、機種代金をね、すでに支払い終えているので、この価格帯になっています。で、ソフトバンク光を使っている理由、あと Y モバイル使っている理由としては、ソフトバンク回線はね、通信スピードが速いので、僕自身こんな風にね、結構長尺のラジオ動画を撮ることが多いので、アップロードするのにその通信スピードって結構ネックになってくるんですよ。だからソフトバンク回線はめちゃくちゃ速くて1分ぐらいで終わるんですよね、アップロードするのに。だからソフトバンク回線であるソフトバンク光と Y モバイルを使用しています。続いて食費に参ります。3万7728円ということで、この辺はね、今月先月と結構節約にこだわってきました。具体的にどう節約をしてきたのかというと、自炊多めかつ激安スーパーの利用でかなり食費が抑えられたなと思います。で、外食も今月は2回ぐらいですね、3月は。で、そのうち1回は友達のミニマリスト徳野さんにご馳走してもらったので、1回は無料で済みましたね。で、最近は僕が料理担当なんですけども、節約料理の研究中で、いろんな料理を、節約料理を今開発中です。で、昔も作ってたんですけど、しばらくその粉物とか作ってなかったので、3月はですね、チヂミとかホットケーキなどの粉物を作れるようになりました。クックパッド見ながらね。で、チヂミとかホットケーキなどの粉物以外にも、昔ちょっと貧乏生活を送ってた時のことを思い出して、昔どうやって節約してたかなっていうのをちょっと振り返りながら、昔作っていた貧乏かさ増し料理っていうのを思い出しながら作って楽しんでましたね。そして3月下旬ぐらいからもっと食費節約しようと思って、どうやったら食費節約できるかなと思っていろいろ考えた結果ですね、
3月上旬中旬は日中午前中に買い物行くことが多かったんですけども、3月下旬ぐらいからはより節約に拍車をかけるために夕方以降のスーパーに行って割引されたお魚とかお肉を買って冷凍するっていうやり方をするようになりましたね。先月2月は食費が4万円を超えてたので、まあ、そういう割引商品を買うことによって、まあ、今回ちょっと3万円台に来たのかなと、4万円を切ることができたのかなと思ったりしています。次の課題、4月からの課題としては、ちょっと近所にそのお肉とかは安くなるんですけど、お魚系海鮮系の安いものがないんですよ。近所のスーパーにちょっと遠くなるんですよね、もし買うとしたら。で、僕も妻も結構お魚は好きなので、その辺のお魚とか海鮮系の安いお店を今後ちょっと発掘していきたいなと思ったりはしています。かつですね、4月はより一層節約料理のレパートリーをちょっと開発しつつですね、食費3万円チャレンジをしていけたらなと思います。もちろん無理には節約はしたくないとは思うんですけども、1食500円ぐらいで、1日2食なので、我が家では1日1000円ですよね。で、それが30日あるから、まあ3万円ちょっとの節約を目指してですね、食費を目指してちょっと頑張っていけたらなと思っております。そして電気代は9078円ということで、この金額は3月の請求分ですね。ソフトバンク電気を使っておりまして、一応こちらがその電気代の詳細なんですけども、320kWh でいいんですかね、を使って9078円となっております。ちょっとね、引っ越しをした関係上、ちょっとこの辺最近ちょっとややこしくなっていて、前月2月の請求分は4312円だったんですね。かなり破格ですけど、多分半月分じゃないかなと思います。ただ今月3月は丸々1ヶ月分で9078円っていう金額になりましたね。で、引っ越して思ったんですけど、ほぼ使い方は同じなんだけど、東京生活の電気代と地方の電気代とで5000円ぐらい、なんなら6000、7000円ぐらい安くなるので、もしかしたら東京に住むよりかは地方の方が電気代安いのかなっていう気づきになりましたね。これはちょっとね、断定はできないですけど、ほぼほぼ電気の使い方同じなのに、こんな違うんだっていうのは驚きました。で、あと具体的に2月3月と電気代の節約をね、一生懸命やってきて、まあ、具体的に何をやってたのかというと、乾燥機付き洗濯機は1日1回を心がけたりとか、冷蔵庫をエコモードにしたりとか、あとは普段そのもうここに引っ越してきて2ヶ月経ったので、もう使ってない電球とか分かったので、普段使ってない電球を外しましたね。具体的には廊下の電球と洗面台の電球を外しました。まあ、効果が、まあ、ビータルもんかもしれないですけど、まあ、別になくていいやと思って外しましたね。で、あとエアコンがまあ暖かくなってきたこともあって、オフの時間が長くなったりとか、あとはまあ電気代を抑えたいっていうところもあって、その寒い時は温度をなるべく下げていく、上げすぎないっていうのは気をつけましたね。あとはその風量も微風とか静かのモードにして電気代節約を試みました。あとは夜の照明は最小限にして、早寝早起きを心がけて照明時間を短くしましたね。で、日中はレースのカーテンをもう全開に開けて、で、部屋に日差しを取り込んでお部屋を軽くして、お部屋の電気はなるべくつけないっていうのは心がけていました。で、あと炊飯器も結構電気を取るみたいで、以前はね、もうちょっとほったらかしで保温も長かったんですけども、まあ、すぐに、揚げて、で、冷凍保存するようにしたら、まあ、電気代も安くなったのかなと思います。今後の課題としては、その1ヶ月、2ヶ月と、まあ、引っ越して2ヶ月間電気代の節約を試みてきて、体感したことなんですけども、その3月でも寒い日ってあったじゃないですか。で、やっぱりそのエアコンをつけた日って10キロワットアワーを超えてたんですよね。やっぱりその電気代、その日の電気代が高くなっちゃってたと。かつ子供がですね、ちょっと下坊しちゃって、そのマットというか、まあ、服とかナットとかをちょっと汚しちゃって、1日2回洗濯乾燥機回した日があって、その日もやっぱり電気代が高くついてたんですよ。だから、まあ、なるべく1日1回その洗濯乾燥機を抑えようとか、なるべくエアコンをつけない、まあ、つけたにしてもその設定温度を低くするっていうのは心がけてましたね。なので
一応3月の請求分としては9078円っていうことだったんですけども、まあ季節もね、4月になって春になって暖かくなってきたから、もう1000円に1000円ぐらい節約できるんじゃないかなと思っています。で、4月もですね、また電気代の節約は頑張りたいなと思っていて、毎日そのソフトバンクのアプリを開いてですね、電気量を毎日チェックしています。極力1日8から10キロワットアワーを目標にしています。一応こんな感じで見れるんですけども、1日ごとにね、まあ、棒グラフだったりとか、あと点線の黒線は先月の電気代の推移ですね。まあ、なんとか頑張って10キロワットアワー以下に抑えようとはしてるんですけど、どうしてもやっぱ寒い日だったりとか子供が下坊したりとかして洗濯が増えちゃうとちょっとね、高くなりがちだったりしますが、まあ4月はなんとかまたちょっと節約できそうかなっていう感じです。で、こんな風に日ごとにですね、電気使用量、まあ、9キロワットアワーとか 8.9 キロワットアワーみたいな感じでバーッと出てますけども、まあ、こんな感じでなるべく電気を使わないようにしっかり毎日チェックしてね、気をつけるようにしています。では続いてガス代ですね。7641円ということで、こちらの物件は都市ガスです。東邦ガスを使っております。で、節約方法としてはお風呂の給湯温度を42度から40度に設定したっていう感じですかね。まあ、だいぶ暖かくもなってきましたし、まあ、そんな熱々のお湯じゃなくてもいいかなというところで設定温度を下げました。あとは今まではその子供をお風呂に単独でというか、そのなんかビート板みたいな上で子供の体洗って、で子供だけ浴槽につけて温めて、で自分はまあ浴槽の外ですね、でお風呂から上げて、で夫婦で一緒にその体拭いたりとか保湿クリーム塗ったりっていう感じでやってたんですよ。ただ3月からはもう僕も一緒にその子供とお風呂に入ろうと、自分の体を洗って、で妻にその子供を連れてきてもらって、子供の体洗って、で一緒に湯船に浸かって、で妻に子供を引き上げてもらって、自分はもうちょっとね体温めて、で上がるみたいな、で妻に子供の保湿やってもらうっていうシステムになったんですね。変わったんですよ。そっちの方がいいと、まあ、節約っていう意味でも時短っていう意味でも奥さんと相談したら、まあ、そっちの方がいいっていうところで、まあ、これも一種節約になってるなと思います。あとは気候的に暖かくなってきましたので、食器洗いを水で洗い始めたりとかもして、まあ、節約にもなってますかね。来月はもうちょっと安くなるかなと思います、ガス代も。続いて水道代は0円ということで、これは2月に請求があったので3月は0円でした。4月に請求が2ヶ月分あると思います。ただですね、こっちに引っ越してきて思ったのは、2月の水道代が300円台だったんですよ。え、本当？と思ったんですけど、これもちょっと引っ越してきたばかりで、その地域がそもそも安いのか、それとも水道代も半月分の請求だったのか、ちょっとわかんないんですけども、もしかしたら4月の請求代もかなり水道代安いのかなと、ちょっと楽しみにしているところです。では子ども費は9791円ということで、この費用に関してはおむつとかミルク、あと離乳食だったり洋服などの費用が含まれています。まあ、子どもに関するアイテムがもうこちらでまとめて使ってるっていう感じですね。で、節約ポイントとしては、もうこっちに引っ越してからですね、とにかく子ども用品の安いところをめちゃくちゃリサーチしまくりましたね。一番安いお店で買うように気をつけています。で、洋服もですね、本当に子供の成長が早くて、西松屋のような安いベビー用品を売ってるようなお店で、春服用に4着、上下2着ずつですね、買いました。結構高いやつだとね、子供の服とかも1着2、3000円するものもあるから、まあ、なるべくその費用をかけないように節約をしながら、かつその洋服も増えすぎないように気をつけています。あとはそのおもちゃ関係とかもそうなんですけども、我が家の場合は妻の実家近くに引っ越したことによって、妻の友達とかたくさんいるんですよ、お子さんをお持ちのご家庭の。だからいろいろいただいて、お下がりをいただいて節約になってるっていうのも大きな要因です。で、これが動画の冒頭でも説明したお金に頼らない生活の3番、周りと助け合う環境に身を置くの強みかなと思っております。では続いて日用品が
1065円ですね。我が家ではミニマルな暮らし、持たない買わない暮らしの実践をしているので、ほとんど日用品にはお金がかかっていない状況です。ただ、今月はですね、ストックが十分持ったので、この金額ですけども、多分来月は2000円3000円いくんじゃないかなと思いますね。それでも低価格なのは、なくてもいいものは買わない、ストックの買いすぎはしないっていうふうに気をつけてるからだと思っています。続いて美容費代が1200円ということで、3月はですね、ふとちょっと坊主頭にしようと思って、美容院で1200円でやってもらいました。で、前も別の動画で説明したんですけども、なぜ坊主頭にしたのか、坊主頭が嫌な女性たくさん多いので、もしかしたらね、僕のチャンネルの視聴者さんは7割が女性なので嫌がってる方も多いかもしれませんが、これにもちゃんと理由があってですね、その僕は天パで、ちっちゃい頃からその天パがちょっと嫌だったんですよ。髪にまつわるストレス、天パをなくしたかったから、だから一旦ちょっと坊主にしようというのが大きかったですね。毎朝のヘアセットもちょっと面倒くさかったし、ね、5月とかも5月6月梅雨の時期に入ってくると、さらに余計にストレスになるんですよ。だからそういうヘアセットとか、その気候にね、その髪の毛のその状態が左右されるっていうのもちょっとモヤモヤポイントでしたし、あとはサブ的な要因でちょっと節約を極めたくなったと。そのさっきも言ったように、お金に頼らない生活にちょっと移行していきたいなと。その資産はあれど、なくても暮らせるっていうのがちょっとかっこいいというか憧れ、その山奥暮らしというか地方のスローライフみたいなのにちょっと憧れ始めてですね、当然山奥とか地方移住したら近くに美容院がないケースとかもあるから、だったら坊主頭の方がいいかなとか、あと今後ね、ちょっとその農作業だったりとか、酪農だったりとか自給自足だったりとかもちょっとね、そのスキルを高めていきたいからってなった時に、髪の毛はちょっと個人的になくてもいいなと。僕自身そんな髪型とかファッションとかあんまりその興味がないというか、もう昔のね、若い頃のにモテたいっていうのもないんですよ。結婚して子供もいるからっていう、いろいろな理由があって、ちょっと今回ね、坊主頭にしようと思いました。あとは追加でお話しすると、子育てとかも大変で、ちょっと髪型というか髪になんか注力する余裕がないって言ったらあれなんですけども、これね、共感してくれる人いるかわかんないですけど、子育てしてると髪型がどうでもよくなるというか、そこまで気が回らないというか、回してる余裕がないというか、もうどうでもよくなってくるんですよね。でもやっぱりその街行くね、そのママさんとかも見てると、やっぱり見るからに、あ、疲れてるな、大変そうだなっていう格好をしてるから、これ男性もしっかりですね。僕もね、やっぱり子育てしっかりしてると、もうね、髪型とかどうでもよくなっちゃうんですよ。つまりですね、髪の毛を切ってさっぱりさせたかったということですね。結論、その髪にまつわる面倒くささやストレスだったり、子育てのストレスって言ったらあれだけども、子育てが大変で、もう髪にまでね、気を回す余裕がないと。というところで、坊主でもいいかな、坊主の方がいいかなっていうところでさせていただいたという感じです。これはね、かなり特殊な理由だと思いますので、男性陣の皆さんはあまり真似しないようにお願いします。そして最後、その他の支出としてちょっと簡単にご紹介させていただくと、まず図書費0円ということで、最近はですね、本を買うことが本当になくなったんですよ。だいたい YouTube 動画で学んだりとか、いろんな動画とか、なんかの記事とかを見てインスパイアされることが多いですね。学びになっていることが多いです。続いて交通費0円ということで、今の物件はですね、本当に便利で、ちょっと家賃はお高めなのかもしれないです。マイホーム買われた方に比べるとね、家賃はちょっと 1,2 万円高いのかなと思ったりとかはするんですけど、本当にここ便利で、徒歩5分圏内で何でもあるんですよ。スーパーもあるし、薬局もあるし、郵便局もあるし、子供の病院とか大人用の病院もあるし、当然飲食店もあったりとかもするし、あとは何でしょうね、家具家電系のお店もあるし、例えば調理器具が壊れたってなっても、もう近所のスーパーに売ってたりとかもするから、本当何でもあるんですね。だから移動費とかにお金がかからないんですよ、基本は。一応3月は電車に4回乗ったんですけども、東京に暮らした時にチャージしてた分があって、
まあ、それを使ったので一応0円となっております。続いて交際費が0円っていう風になってるんですけど、まあ、僕の場合はそもそも友達がね、まあ、残念ながらって言っていいのか分かんないけども、僕は全然よしとしてるんですけど、まあ、そもそも友達がねそんな多くないっていうのと、あとは引っ越してきたばかりっていうのと、あとは子育てにね集中していて、まあ、あんまり友達に会う余裕もないっていうところで、0円となっています。3月は先ほども言ったように、友達の徳野さんとお食事に行って、で一応ご馳走していただきましたので、0円となっております。続いて被服費に関しては、僕の場合はね、ご覧いただいても分かるように服少なくて、年間5着で今のところ足りているので、今後も一応買う予定はないです。続いて医療費に関しても0円となっておりまして、引っ越しを機にですね、東京に住んでた時は子供を一時保育に預けてたんですけども、こっちに引っ越してからは、まあ、不思議と預けなくなって、まあ、夫婦でしっかり子供の面倒をしてるというか、まあ、子育てしてるんですね、まあ、実家にいたりとかもしますけど、でそれによってなんか周りの子たちから移されるっていうことがなくなったんですよ。で当然子どもの医療費は0円だったんですね、東京の時も。今も0円なんですけど、ただその子どもが風邪ひくとですね、必ずと言っていいほど夫婦のどちらかに移されるんですよ。で大人の医療費は0円じゃないから、東京に住んでた時は5000円とか1万円とか、ひどい時はねその親の医療費としてかかってたんですけど、一応まあ引っ越して2ヶ月経ちますけども、大人も医療費が0になったっていう感じです。ただ、まあ、もうじき1歳になるんですけど、もうちょっとで子供が1歳になったら、もしかしたら一時保育に預けるかもしれません。で最後趣味娯楽費も0円ってなってるので、まあ、もしかしたらね、そんな生活何が楽しいのって思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、今のところ僕自身お金のかかる趣味がないんですよね。一応、まあ、普段の日常の楽しみとしては、朝のんびり、まあ、ゆっくり寝てのんびり起きて、まあ、YouTube 見たりとかドラマを見たりとか、まあ、それこそ最近のブームとしては農作業のなんか動画見たりとか、あとはなんか狩猟のね動画見たりとか、山奥暮らしを見たりとかして、まあのんびり過ごしながら、まあ、たまにその散歩に出かけたりとか、あとは家族と一緒に買い物に行ったり、あとこんな風に YouTube 撮影したりもしますし、子供と遊んだりとか、あとは料理を楽しんだり、まあ、節約料理を開発したり、で家族と一緒にご飯を食べたり話したり、あと僕自身ストレッチしたり筋トレをしたり、あとはどこまで極限までね節約できるかみたいな変態的なチャレンジが結構楽しかったりとかするんですよ。で本当に信じてもらえないとは思うんですけども、本当に十分これだけでも幸せに感じてるんですよね。決して無理にお金を使わない暮らしにしようって思ってるわけではなくて、本当に毎日の日常になんか幸せを感じてるというか、お金をかけなくても自分の心は楽しく感じてるんですよ。幸せに感じてる、まあ、満たされているから、特に無理してお金を使う必要はないなという感じになっています。まあ、当然今後どうなるかは分からないですけど、今のところはお金使わなくてもすごくハッピーですね。で一応今後個人的な趣味として考えているのは、まあ、以前別の動画でも言いましたし、さっきもちらっと言いましたけど、家庭菜園をやってみたいなとか、農作業体験、農業体験をしてみたいとか、あと酪農体験もしてみたかったりとか、あとはまあサバイバルスキルというか自給自足スキルを高めるためにもちょっとキャンプ行ってみたいなとか、あとは本当にこれどうなるか分かんないですけど、山を買おうかなと思ったりとかもしてるんですよ。で山って結構安いんですよね。安いものだと本当に2、30万で買えたりとか、まあ、ちょっと高くても100万円、200万円とかでめっちゃ広大な土地買えるんですね。ただデメリットもあって、山ってねなかなか買う人いないから負の資産になることもあります。でいろいろ結構その動画で調べてみると、なんか山に関する山林に関するトラブルとかもちょくちょくあるみたいなので、まあ、その辺はちょっと慎重になろうと思っています。で山を買う前にですね、その前段階としてなんかその畑をちょっとレンタルで借りようかなとか、まあ、畑をちょっと買うとかでも、まあ、ありなのかなと思ったりとか、考えてますね。あとはその狩猟に興味があったりとか、 DIY とかも全く今までしてこなかったけど、まあ、将来山奥暮らしとか、まあ、田舎暮らしした時に、まあ、DIY スキルがあったら便利だよなと思って、小屋とか建てられたらいいなとか、で鶏で飼えたらいいなとか、まあ、いろいろちょっと思ったりとかしてるので、まあ、DIY スキルを高めようかなとか、あとは重機、まあ買うことはないでしょうけど、ちょっとした重機の操縦ぐらいは手慣れておいた方がいいのかなと思ったりとか考えています。まあ、そういうのももろもろ含めてですね、いわゆる自給自足のスキル、
を高めることに僕自身は興味があるので、もしかしたら今後その辺でお金かかるかもしれません。一応今月3月はですね、なんかそういうなんか何がしたいかなとか、自給自足のスキルを高めるためにどういう要素があるだろうかっていうのをいろいろリサーチしたり自己分析した次第です。一応そんな感じで、生活費紹介は以上になりまして、合計金額は改めて153,385円というふうになりました。3人家族でこの金額っていう感じですね。で、3人家族なので割る3をして1人当たりに換算すると51,128円となりました。多分、僕らの家はかなり特殊なので生活費がかなり安くなっていますけども、改めて皆さんのご家庭で支出の見直しの参考になればなと思っています。なんかこういう考え方もあるんだとか、その発想はなかったとか、お金をかけなくても幸せになれるのか、我が家もちょっと実験してみようと思ってくれたら幸いです。で、なんで僕がそもそもこんな超質素節約生活、質素倹約生活を送っていて、さらに今はお金に頼らない生活を目指しているわけじゃないですか。お金に頼らない生活がかっこいいと思ってるわけですね。で、その理由は何か、なぜかというと、世界一貧しい大統領で有名なホセムヒカさんの大好きな言葉に感銘を受けたからです。その言葉をご紹介させていただくと、私は自分の生活を貧しいと思ったことがありません。今あるものに満足しているだけなんです。私が質素でいるのは自由でいたいからです。お金がかかる生活を維持するために働くより自由を楽しむ時間が欲しいんですという言葉を残してるんですね。まさに僕もそこを目標に頑張ってきたし、これからもそこを目指して頑張っていくつもりでいます。僕もですね、実際今の生活が貧しいと思ったことがないし、むしろお金をたくさん使った生活よりも豊かとすら思っています。でなぜかというと、働かなくてもいい幸せを実感できるし、お金のことを考えなくてもいいんですよ。でお金のことを考えなくてもいい幸せも享受できるし、で時間を贅沢に使えるようになるし、あと節約には税金がかからないですよね。もちろん入金力を上げるとか年収を上げるっていうのももちろん大事なんですけども、年収を上げてしまえばその分お国に取られるわけですよ。自分が一生懸命頑張って汗水垂らして血の滲むような努力をして収入を上げたとしても、ね、10% とか 20% とか下手したらもっと税金取られて、頑張ってね収入上げたところで入金力は上がるんでしょうけども、ちょっとね僕自身はそこになんかモヤモヤしてた時期もあって、で働きたくないっていうのも合わさって、だったら引き算の方向で節約を極めた方が税金もかからないしいいんじゃないかというところで、メリットも感じるようになりましたかね。で、あと理由としては、その資産を本当の意味で寝かせて増やせるからです。基本今の僕の投資スタイルって、自動積立でほったらかし投資なんですよ。だから株価とかもぶっちゃけ気にならなくて、結構ね、そのいろんなコンテンツ、そのツイッターとか、元ツイッターの X とか YouTube とか Instagram とかでもいろんなね、株で儲けた話だったりとか、そろっと暴落来るぞみたいな注意喚起のコンテンツとかあったりとかもしますけど、そういうのが気にならないんですよね。なんかそういうメリットが大きいから、お金に足らない生活を目指しており、今までも実践してきたし、僕が超節約質素倹約生活を送っている最大の理由になります。まとめると、なぜ僕自身が超質素生活、質素倹約な生活を送っているのか、かつ今後もそのお金に頼らない暮らしを目指しているのかというと、働かなくてもいい幸せを感じられるから、お金のことを考えなくても良くなるから、時間を贅沢に使えて節約には税金がかからないっていうことと、資産を本当の意味で寝かせて増やせるから、この5つですね、この5大メリットが大きいから僕は実践してるっていう感じです。次に、僕のライフスタイルの心情について簡単にご説明させていただけたらと思うんですけども、僕はさっきのホセムヒカさんの言葉を受けて、次の3つを心がけて生活をしています。1つ目は、できるだけ働かないっていうことですね。家族やプライベートの時間よりもお金とか仕事を優先させないっていうことです。なぜかといったら、そのストレスとか疲労の軽減を目的だったりとか、健康という財産を守るためだったり、規則正しい生活を死守するためだったりとか、家事と子育ての両立だったりとかね、プライベートを充実させる意味でも、家族との時間を多く作る意味でも
働きたくない、まあ、できるだけ働かないっていうのを心がけていて、続いて2つ目の心がけとして実践しているのは、節約を極めてお金に働かせるっていうことですね。さっきも言ったように、節約っていうのは税金がかからないですし、少ないその余ったお金をより少ないお金、元金で複利の力を使って、まあ、投資したりとかしてね、インデックス投資に複利の力を使えば十分資産を雪だるま形式で、雪だるま式で増やせるので、まあ、お金に働かせるっていう意味で自分は働かなくても良いのかなと思っています。で、3つ目の心がけとしては、消欲知足を心がけるっていうことですね。ないものを求めず、今あるものに満足するっていうことです。まあ、物も生活費も必要最小限にして、質素でつつましい日常生活に満足しています。で、人付き合いも本当に仲がいい人だけにして、生活水準も、例えば収入が上がったりとか、高い水準の収入が仮に YouTube とか保護の印税なんだりとか入ってきたとしても、上げるつもりは今のところありません。で、僕はこの動画を通して皆さんに何をお伝えしたいのかというと、ぜひ皆さんもですね、ホセ・ムヒカさんの言葉を何度もちょっと思い出してほしいなと思っています。こちらですね。私は自分の生活を貧しいと思ったことがありません。今あるものに満足しているだけなんです。私が質素でいるのは自由でいたいからです。お金がかかる生活を維持するために働くより、自由を楽しむ時間が欲しいんですと。もし皆さんが仕事よりも自由な時間、自由を楽しむ時間を求めるなら、もっと言えば家族や友達との幸せな時間だったり、一人の幸せな時間を求めるなら、節約スキルを高めて、かつそんな日常生活、超質素倹約な生活も楽しめる工夫をしてほしいなと思います。で、最後ちょっと簡単にね、預貯金と投資についても軽く触れておきたいなと思います。毎月の収入から、僕自身働かないといっても多少なりともお金入ってくるので、毎月の収入から支出を引いて余ったお金は、NISA、イデコ特定口座で全世界株式、いわゆるオルカンに投資をして、現金もしっかり余らせるようにしています。で、家族にも僕の収入だったり資産額、投資額を秘密にしているので、公開は控えますけども、次のような形で資産形成をしています。具体的に現金と投資の割合比率っていうのを 50%50% 半々を目安に、今その現金の割合とか投資割合を調整しているっていう感じですね。一応プラスマイナス 10% ぐらいは許容範囲内で捉えています。当然ね、株価が調子良ければね、投資割合が 60%70% になって、現金割合が 40%30% に減るっていうこともあると思うんですけど、全然それは許容範囲内というか、一応目安として50対50にしようという感じでやってますね。だから無理に投資はしないっていう感じで今はやってます。で、なぜかというと、やっぱり現金があると安心だからです。で、今後その引っ越しとかもあるかもしれないし、子供がどうなるかも分かんないし、旅行もしたいってなるかもしれないし、人生何が起こるかわからないので、やっぱり現金があった方が安心だから、現金比率はかなり我が家では高めに設定しています。やっぱり現金があるだけで精神的に余裕なのと、その人生に可能性を感じられるわけですよ。その株を売却しなくても現金がたんまりあるから、要は旅行行きたいとか、だ子供があれやりたいこれやりたいってなった時にすぐに現金用意できる、もちろん言い訳で使わないですけども、その自分の人生なら家族の人生に可能性を感じられる実感はありますね。で、あとはこれめちゃくちゃ大きいメリットだと思うんですけど、現金比率を高めることによって、もちろん機会損失っていうネガティブな捉え方はできるんですけど、僕の中ではいつ大暴落が来てもいいって思えるんですよね。これって投資で有名なウォーレン・バフェットさんも言ってましたね。大暴落を歓迎できると、いつでも歓迎できる状態にしてるみたいな、そういう精神状態でいるっていうのは、やっぱりリスク資産を持つ意味でも大事なのかなと思っています。で、かつ大暴落が仮に起きないことはないでしょうけども、ね、今アメリカの経済めちゃくちゃ順調みたいですけども、今後ね、10年20年ずっと経済がアメリカ経済、世界って見てもいいですけど、その世界経済が低迷したりとか停滞したとしても、現金がやっぱり多い分、きっと精神的にも耐えられると思うんですよ。なので、ちょくちょくね、新NISAが2024年の1月から始まったこともあって、タケルさんどうしてますかという質問とかもね、よくあるんですけども、僕は30年間で1800万円っていう元金を埋める予定です。
つまり月5万円の積み立てですね。なぜかというと無理して働きたくないからっていうのと、あとは安心して眠りたいっていうのもあると思います。30年間株のことを気にしたくないと。さっきも言いましたけど、投資で儲けた自慢とか、まあ、暴落来るぞ詐欺のコンテンツとかあるわけじゃないですか。まあ、そういうのにも左右されないというか、気にしなくても見なくても良くなるんですよ。これ毎月の積立額が増えたりとか、資産額がどんどんね多くなっちゃうとどうしても気になりますよね。っていうのもあって、僕は地道に長期投資、長期分散積立でやろうと思っています。で、他にも理由があって、焦って投資する意味がないからですね。自分のペースは乱されたくないし、その今までまあある程度資産を貯めてきたっていうのもありますけども、欲張って必要以上に欲をかいてね、その自分の幸せ以上に資産を増やそうとすると、ホセムヒカさんが言うように自由を楽しむ時間がなくなっちゃうんですよ。だから今の自由を楽しむ時間を確保しながら、しっかり将来にも備えていく。あとはまあ現金とかもね、たくさんありすぎると機会損失っていうのも理解できるから、まあ、いわゆるなくなってもいいお金を、まあ、コツコツ30年間、まあ、僕が60、65になるまで積み立てようかなと思っている次第です。結論、インデックス投資で一番重要なのは、長期間買い続けることと、あと絶対に売らないことということなので、まさに、まあ、皆さんも読んだことあると思いますけど、お金を寝かせて増やす、そしてほったらかし投資ができるわけです。はい、ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。本日の動画では3月の生活費と節約術についてお話をしてきました。4月になるともう暖かくなってきて、外出だったりとか外食だったりとか、あと必要な買い物も増えたりして支出が高くなる可能性があります。我が家も油断せず着々と節約を頑張っていきますので、ぜひ皆さんも一緒に節約頑張っていきましょう。今回の動画がちょっとでも参考になれば幸いです。最後に、いつもこのチャンネル動画を視聴してくださる皆様、いつもコメントやグッドボタン本当にありがとうございます。これからも皆様の生活にちょっとでも役立つような情報を発信してまいりますので、今後とも応援をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。